張義式は、中華民国の軍人、北京政府、直令派に属した。字は、ここを、小久し。天津武美学堂で学んだ後、総根の部隊に加わり、北洋第三鎮で、大艦や艦隊を歴任した。1917年、第三次、第六度々町に昇進し、陸軍少将区組を授与された。1920年7月の安直戦争を経て、 第24師市,市長に昇進し、1921年に陸軍中将区組の地位を得た。1922年10月、北京へ戻された、氷玉将の後任で、カナン正しり軍務全工事業を兼任。カナンは、氷が撃破する前は、蝶率いる武士軍が、新外革命以来勢力を築いていたが、蝶は、ご配布の指示でこれを3個たび4個団に縮小。 また部隊長にも、バッシュとしら、日武氏軍出身者を当てるなど、武氏軍の切り崩しを行った。1923年7月、慶意将軍の位を授与された。1924年9月の第二次、笹口自家戦争で、長与式はうち笹口援軍総司令を務めた。しかし、直霊派は法天派に敗北し、御配布に従って、湖北省へ逃れた。 1925年のクレの再起にも随従したが、朝は直接の軍事指揮権を与えられることはなかった。結局クレは再び敗北して、四川省に逃れている。朝義しは同年中に観光で病没した。去年55、ありがとうございます。